ボッスコーチ。もうウォーミングアップ始めてるよ。うん。マサヤ、余計なことかもしんないけどさ、アスカのことちゃんと見てる？まあそうっちゃそうなんだけど、まあそうだよね。うん、気にしないで。じゃあ行こっか、海岸。よし、じゃあ昨日の続きで少しずつペース上げていくよ。わかりました。おう、お願いします。ひなた君、クラシナ君、ちょっと様子を見た方がいいかもしれない。動きは普通だったけど、話しかけた時の反応が鈍かったし、呼吸もいつもより乱れ気味だった。あれ、ちょ、アスカ！マサヤ！アスカが！バックアップって？わかった。部長、マシロ！どうしてマサヤさんは。そうなんですか。すみません。私、一体…はい、そうします。うん、そう、ただの疲労だって。別に病気とかそういうのじゃないからって。いいよいいよ、こういう時のマネージャーでしょ。何か言ってたの？まあ仕方ないよ。本人ができる、やりますって言ってるし、なかなか周りが止めにくいじゃない、そういうのって。そりゃあね。でも日向くんだってベテランじゃないんだし、全てにおいて完璧ってわけにはいかないよ。アスカちゃんも単なる疲労だったんだし、まあ次から気をつけようねってことでいいんじゃない？よし、じゃあこの話は一旦おしまい。明日のことはまた連絡するね。連中はどうだ？ちゃんとしてるか？そうか、まあそうだろうな。で、報告はそれだけか？他に何かあるんだろう？ほう、なあマサヤ、お前クラシナのことをどう見てる？それだけか？化け物。あいつは化け物だ。FC と空に取り憑かれてる。そう思ってるんじゃないのか？
乾が乗り込んできた時似たようなことを言ってたじゃないか。じゃあ次の質問だ。お前、クラシナの好物知っているか？よし、じゃあ嫌いなものは？家族構成は？得意な教科は？好きな漫画は？ここに来る前はどこに住んでいた？特技は？メールと電話はどちらが好き？家に帰ると何をしている？落ち込んだ時にしてほしいと思っていること。わかるわけないだろって顔をしているな。いや、そんな顔をしてたよ。そんなことを知る必要なんかあるのかって顔もな。わかるよ。私だって昔はそう思っていたからな。戦い方と特性と、あとは何を武器にできるかがわかれば、それ以上は知らなくていいと思っていた。今はじゃない。お前にはそう思ってほしくないんだ。あ、お前はコーチとしてはよくやってると思うよ。いや、いいんだよコーチとしては。本来は個人に対して過度に入り込んではいけない役割だ。その点でお前は合格なんだよ。相手があの乾咲じゃなければな。まさに今言った通りのことだよ。あのイリーナというセコンド、おそらく乾咲のことを誰よりも知り尽くしている。性格、思考、経歴、習慣、すべて把握した上でじゃないと、あんな完璧な選手は作れない。それを手段にしろ、なんて、私が言うと思うのか？クラシナ・アスカは船浜学院 FC 部のエースであるのと同時に2年 C 組出席番号12番の生徒でもあるんだ。同じく2年 C 組出席番号20番日向雅也のクラスメイトでもある。怖いんだよ、このままお互いのことをよく知らないまま精神的に追い詰め合っていくことがな。そんな状況なのに、クラシナがどう思っているか推察して対応を考えるのって、とても危険なことじゃないか？私は、それが怖いんだよ。勝つためにクラシナと仲良くなれとか、そんなことは言わない。だが今のままじゃ、お互いに悪い方へ向かうだけだ。要は楽しくやれってことだ、マサヤ。クラシナは FC の選手であるのと同時にお前の同級生だ。楽しいことを忘れたらそれはもう部活じゃない。二人が楽しく飛ぶことであいつらを見返してやれ。お前たちなら、いや、お前たちしかできないはずだ。話は以上だ。今日は見舞いに行くんだろ？じゃあ、早く行ってやれ。マサヤ、すまない。人のことを言えた義理じゃないんだがな。私ができなかったことをお前に押し付けてしまった。でも、お前ならできると思ってるよ。私と同じ道だけは通らないでくれ。はーい。あー、日向くんね。どうぞ上がって。鍵は開いてるから。ごめんなさいね、
わざわざ来てもらって。もう朝から学校行くって聞かないから、さっきも無理やりベッドに押さえつけたのよ。あら、名前で呼ばないの？部活ではそういう決まりだって聞いてるけど。部内の結束を高めるためなんでしょ？親しそうでいいなって思ってたのに。いいわよ、ここは外じゃないし。私もマサヤくんでいいかしら。アスカ、入るわよ。もうお母さん、おとなしく寝てるから大丈夫。マサヤくんが来るわよってさっき言ったじゃない。今日しかも今すぐ来るって言ってなかったじゃない。っていうか、なんでお母さん名前でしかもくん付けで呼んでるの？へえ、そうだったかしら。そうだよ。じゃあ帰ってもらう？あ、風邪ひいてるんだし無理して会わなくてもいいわよね。ちょっと待ってやってるやってる、病み上がりのくせに大掃除。いいのよ、あれで絶対に嬉しいはずなんだから。大丈夫です、入ってください。アスカ、ちゃんとベッドで寝てなさいよ。部屋の真ん中で仁王立ちじゃ病人らしくないわよ。もうお母さんのせいでもあるのに。はい、じゃあ私はここで。ごゆっくり。あまり部屋の中のもの見ないでください。いらっしゃいです。もう、さっきはすみません。お母さんがなんか急に。そんな、マサ
すごいコーチです。あ、私とですか？しあとはおとなしくしてれば明日には学校に行ってもいいって言われました。よろしくお願いします。わあ、ちょっとほこりついてる。ちょっと待ってくださいね。です。ほら、今と全然雰囲気が違うと思いません？これで信じてもらえますか？前にマセヤさんにこのことを話したとき、信じられないって顔してましたよ。しましたよ。というわけで、証拠はしっかり提出しました。分かっていただければそれでよしです。で、この引っ込み事案で、ろくに外にも出られない子が、ある出会いをきっかけに、外に出るようになったんです。はい、そうです。で、その子と仲良くなって遊ぶうちに、私は大きく生まれ変わることになるわけです。これを見せると、もちろん2枚とも私です。というわけで、私の人生は小さかった頃に大きな革命が起きたんです。約束なんです。私を変えてくれたそのことの約束なんです。ずっと上を向いていること、頑張り続けること、そして元気でいること。いつかその子と再会した時にがっかりさせちゃいけないって思って、だから絶対に後ろを向きたくないし、一度決めたことをやめたくはないんです。私が完璧超人か何かだと思ってませんか？私、本当は全てにおいてダメ人間なんです。はい、運動神経も鈍いし、頭も良くないし、性格だって本当はうじうじしてて、うちにこもりがちで。本当にダメ尽くしだったところに、たった一つだけ才能みたいなのをもらったんです。はい、上を向くこと、頑張り続けること、元気でいること、そして好きなものにまっすぐであること。それを続けている限り、私の欠点なんてどうにかなるって分かったんです。だからそれだけは誰にも負けないって決めたんです。でも、そうは言っても、やっぱりくじけそうになる時はあります。はい、人に見せないようにはしてますけど、あるんです。そうですね。辛くて、きつくて、
て、もう空を見たくないって思うことも、本当に稀にですが、あるんです。なので、本当に辛い時は、これに助けてもらってました。これ、例の女の子にもらったものなんです。本当に辛くなってどうしようもなくなったら、これを持ってお願いしたら助けてやるって。はい、まだそのお願いをしたことはないんですが、でも時々触って思い出すようにしてます。結局名前も聞けなかったですし。そういうものがあったんですか？ちょっとがっかりしませんでしたか？私、実は全然ダメだったってことで。あ？そんな、私なんて全然。